石津町にある神社、泉国の式内社石津大社とも呼ばれる。日本最古の恵比寿宮と称している。恵比寿神は一般的に耳が遠いとされており、石津神社では本殿横に木槌で叩いて願い事を唱える板が設置されている。大払いの時期には血の輪が備えられる。社殿では八重子と白主の陣が、 五色の石を携えてこの地に降臨したとしており、そこから石津の地名ができたという。高昇天皇7年8月10日に直眼により、創建されたという式内社、石津太志神社に否定されている。石津太志神社については、同市西区浜でえ石津町中の石津太志神社も論者となっており、もともとはどちらかが本社、どちらかがお旅所か文社であったと考えられている。 両者とも、八重子と白主の人降林の地として、日本最古の恵比寿宮を称している。八重子と白主の神が携えた石は、神社の前に埋められており、天変地異のある時には、地面から出て浮き上がると伝えられる。また、恵比寿命が漂着されたと伝承されるおタビシは、石津川北岸の元海岸の地にある。水人天皇の時代に、天のほ日のの子孫である、の,のが、 官主となったとしている。江戸幕府将軍、徳川綱吉より、元六十年に、主因地を賜り、川内四軍及び、境の付近はことごとく当社の家子とされたという。1909年の神社合詞で、神石村大あざの六所神社を合詞し、愛、殿神として祀られている。ありがとうございます。